F1 ライフチャンネル、ヨネアンです。太郎です。ホンダさんじゃないや、HRC さんがね、2026年のからの新しいパワーユニットの企画にエントリーしましたよと。まあでもだからといってすぐ復帰するとかそういうことじゃないんですよ。皆さん勘違いしないでくださいねってわざわざね釘を、まあ、刺されているという、まあ、状態ではありますけど、まあとはいえ2026年以降復帰するかもしれないししないかもしれないしっていう状態なのであれば、はい、まあ F1 ライフとしては、じゃあもし復帰したらどうなるんだいっていうね、ちょっとその辺の妄想劇場を ね、やるっていうのもちょっと久々スーパー太郎以来ですけど、はいはい、まあ結局スーパー太郎の話になっちゃうかもしれないですけど、スーパー太郎と組むっていうことですか。絶対失敗するじゃないですか。妄想ですから、はいはい、まあちょっとプロは現実的なところも ね、はい、入れていただいて、まあ、太郎さんも完全に妄想でいきますから、はい、まあ、26年、まあ、ホンダが、まあ、もし復帰するとなれば、だからホンダのもう役員のつもりで我々、はい、うん、ちょっと考えなきゃいけないんで、太郎鍋さん、うん、まあ復帰だからまずは、自力で行くのかチームを買うのか、うどっちがいい、どうするのか。まあ太郎さんだったらもう自力で行きますよね。あ、自力で、うん、もうその時点で多分終了買うって言ってもだって26年に買えそうなチームって、逆に26年に作れるんですか。どうやって作るんですか。確かに、あと3年、どこにファクトリーあってどこにスタッフいるんだっていう。しかも寄せ集めで作ってもろくな車作れないでしょ。そうだね、だからアンドレッティが買い損ねたチームを買うしかないんだよね。流れとしてはね、ザウバーじゃないですか。でもザウバーはもうアウディが買っちゃったから、じゃあもうないじゃないですか、うん、じゃあもうウィリアムズ買うしかないね。あ、ウィリアムズ買えばいいんじゃない。おう、うん、ちょっと日本にも馴染みがあるから、ね、ウィリアムズホンダですよ。それじゃあ買ってないじゃないですか、ウィリアムズホンダだったら。PU 供給してるだけじゃないですか。あ、そうか、うん、じゃあ供給だ、供給、あ、 PU 供給者として、うん、まあ、今の方向性として、うんうん、ウィリアムズにワークス供給、はいはい、で株もちょっと買う、はいはい、うん、でウィリアムズホンダとして、ウィリアムズホンダとして、はい、でキャノンに土下座して頼むっつって、うん、名前だけ貸してくれ、キャノンウィリアムズにしたい、名前だけ貸してっていう。いらないでしょ。それだったら。え、お金いただけるんですかみたいな。新しいですね。名前貸しチーム。名前貸し。もうついでにソニーも入れちゃえばよ、そしたら。ソニーホンダで。もう電気ですって言って。だから、ただチーム代表中島さんにやってもらうしかない。ああ、中島悟。中島悟、チーム代表。和樹くんでもいいんじゃないですか。あ、そうだね。ちょっとヤングで行かなきゃいけない、ね。ヤングで、うん、まあ親子でいいんじゃないですか。うん、じゃあちょっと太郎さんはウィリアムズにワークス供給。はい、はい、チームは買わない。はい、っていう形で、中島親子がチーム代表。中島親子を送り込むと。チーム名中木。中島プランニング。中島プランニング。まあいいじゃん、どっかに中島プランニングが入ってて、中切ったと、うん、そういう考えですね、多分そういう、そういう感じだね、うん、はい、僕はもうPU メーカーとして参戦はもうなしだと思ってるんで、あ、それでだって最後やめなきゃいけなくなったわけじゃないですか、第4期。まあまあそうだね、でもワークスでそのチームをだからチーム作るもないですよね、ないね。 F1 やるんだったらワークスチームとして、うん、ホンダ F1 チームとしてやる、はいはいはい、しか、その要するに F1 に PU 供給したところで、うん、そのじゃあ PU1 チームいくらです、30億円ですってもらったとしても、2チームで60億円もらったとしても、うん、開発費全然賄えないんでマイナスしかないですよ、絶対。これはそういうことね、だから PU マニュファクチャラーとして参戦は基本ない、うん、はい、まあ、4チームぐらい供給できるんだったらありだけど、あ、そういうことね、まあ、それもうないじゃないですか、その、うんうん、今4メーカーいてアウディも入ってきて5メーカーになったら、うん、どう考えたら計算上4つの供給絶対無理なんだから、うん、まあ、そう考えるとやっぱワークスチームとして参戦すれば、別に成績悪くても分配金とかスポンサーフィーとか含めれば絶対赤字にはならないと思うんで、あ、そういうことね。だ、問題はだからホンダなんで、ホンダ F1 チームなんで、やっぱ勝てるか、まあ上位争ってもらわないと、やっぱアルファタオリみたいなとこ走ってると嫌じゃないですか、そうだね、ホンダ押せーは嫌じゃないですか、だからまあそういう意味ではワークスチームとしてちゃんとパフォーマンス、それも上位争うパフォーマンスっていうと、まあ、既存のチーム買うしかない、まあ、やっぱトップチームを買うしかないと、はい、でもフェラーリは買えないし、はい、メルセデスは買えないし、分かんないし、メルセデス買えるかもしれないですよ、うん、あ、メルセデスがヤンピだと、ヤンピだって、うん、PU マニュファクチャラーになりますって
アウディが来ちゃったから BMW が来ちゃったらまあないと思いますけど、じゃあマクラーレンぐらいしかないんじゃない、そこそれなりに。レッドブル買えばいいじゃん。レッドブル、あ、レッドブルを買うっていう選択肢ね、うん。まあ、やっぱりその持ちは持ち屋で、やっぱマシン、はい、F1 マシンっていうのを作るとか F1 のレースを運営するっていうのはもう正直他の F1 界以外の人が口出してどうこうできるもんじゃないので、うん、ここはもう絶対既存のトップチームを買うっていうのがもう大前提になると思うんで、あ、で組織はいじらない、はい、組織もいじらない、もう名前だけ変えるっていう、まあ、それだったらマルコさんたちは OK なの、全然いいんじゃないですか。だからホンダ F1 チーム、チーム代表クリスチャン・ホーナー、ああ、うん、モータースポーツアドバイザーヘルモット・マルコ、あ、ホンダ F1 チームのモータースポーツアドバイザー、全然あの、ああ、だから単純にお財布が変わるだけであとは変わりませんとかね、はい、レッドブルが出してたのをホンダから出すっていう、うん、でレッドブルにはスポンサーとして、うんうん、まあ、ちょっとスポンサー費だけちょうだいねと、まあ、別にレッドブルなくてもいいんですよ。だからホンダ、ああ、完全にホンダ、ね、いくらでも出します。今のマテシッツさんがいなくなったレッドブル本社にこれだけお金かかるんでくださいっていろいろ企画書とか提案するぐらいだったら、うん、ね、青山に電話一本かけたらいくらお願いします、あ、分かりました、チャリーンじゃないですか、っていう方がいいんじゃないかなと思いますけど。あ、そういうことね、うん、ただまあ多分無理だと思います無理だとは思いますけど、まあ、それができたら、うん、そうそうそう、うん、まあ、なのでおそらく現実的な路線で言うと、うん、まあ、変えるとしたらウィリアムズか、うん、まあ、マクラーレンかなと思います。あ、でウィリアムズはちょっとやっぱりウィリアムズを強くするのは相当難しいんで、そうだね、マクラーレン、ね、うん、まあ、それこそ本当にそのギアボックスを作れるチームじゃないと買っても意味がないので、 なので、まあ、やっぱマクラーレンを買うっていうのが、うん、マクラーレンとはちょっと一悶着ありましたけど、うん、でもマクラーレンさんもまあちょっと楽ではないと思うんで今、うん、まあ、マクラーレンさんも基本体制変えませんよ。ザックさんのポジションもそのままですよ。ザックさんはね正直どうでもいいんですよね多分。あ、ザックさん自身はやっぱバーレーン政府のキャピタルが持ってるんで、まあ、そこ次第なんですよね。バーレーンとホンダがしっかり組めば、うん、まあ、バーレーンさんもある程度株持ちつつ、うん、ホンダさんも持って、マクラーレンの今のポジションよりも上がりますよっていう、はい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 、ところがいいんじゃないですかね。で、まあ、当初はとりあえずマクラーレン、ホンダみたいな感じで、うん、マクラーレンの市販車もそれで売れますしみたいな、あ、マクラーレンの株価も上がりますしみたいな感じでやっていくと、まあ、割といいんじゃないかなと、まあ、ついでにインディーとかフォーミュラーもついてきますしまあまあついてくれば、まあ、それだけまた逆にその日本のね、うん、若者たちがそういうチャンスをまた与えてもらえれば、うん、まあ、逆にほらマクラーレンはマクラーレンでチーム代表いなくなっちゃいましたし、うん、アウディに取られちゃったし、確かに逆にあれ俺たちアウディと組むんじゃなかったっけみたいな、うんうん、ポルシェと組もうと思ったのにとか、ワークスなんか狙ってたのにワークスと組める今体制がないじゃないですか。いなくなっちゃったのね、うん、結構厳しいですよねマクラーレンとしても、はい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 、でノリスもそうすると逃げられちゃう可能性高いしって考えるとホンダと組むっていうのは、そうか、今イメージいいしね、マクラーレンも不透明な状態で渡りに船になるから、はい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 、なんか普通に話すればサクッと決まりそうな気がしないでもないですけどね、うん、まあマクラーレンホンダ、うん、まあ、名前残すか、名前残すか、やがてホンダにするか、うんうん、今まであのホンダが失敗してきた一番の致命的な原因って何なのそれワークスでやりきれなかったっていうの、ワークスでやったのってでも第1期と第3期だけなんで、うん、第3期が全然ダメだったのは、まあ、BAR のチーム自体が、うん、まあ、いけてなかったっていうのもあるし、はいはいはい、その時も一応何丸投げはしてた、丸投げしてました、はいはいはい、ただあの時は結局その BAR の組織が、うん、失敗しないやり方っていう、もう自分は責任取りたくないから、はいはいはい、大成功はしないけど、うん、大失敗もしないっていうやり方をやっぱ取っちゃってたんですよね。 ある種だから BAR もサラリーマン的な感じになっちゃった。それではやっぱ勝てないですよね、うん、F1 はだから冒険するっていう方針を、そういう意味ではだからマクラーレンもマクラーレンホンダとして組んでた時、第4期は、うん、エリック・ブリエがチーム代表と、まあ、ロン・デニスが最初いて、うん、その後エリック・ブリエになったけど、やっぱあの時もみんな自分が責任取りたくない、うん、なんか失敗したら首切られるっていうのがあるから、成功するかもしれない方法よりも失敗しないことを大前提にやるってなると、まあ、車としてはそこそこのものしかできないし、はい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 、エンジンがいけてないとやっぱ全然ダメっていう、うん、今はそうはしないよっていう方針しっかり取れば、うん、まあ、なんとかうまくいくんじゃないかなとは思いますけどね。
おー、なるほどね。まあ、それがやっぱりメルセデスとかレッドブルみたいなチームってできてるじゃないですか、うん、自分たちが目指すのはここだよ、じゃあもうみんなでここ自分たちで考えて自分たちでここに行こうっていうので、うん、チーム代表がなんかやる必要がないみたいな、うん、この人がチーム代表がここって言ってるからあとはこれみんな従うだけみたいな感じでそれぞれが考えて動くみたいな、そういう組織ですよね。おー、なるほどな。まあ、やっぱり、まあ、今はレッドブルとアルファタオリにチーム 4台に供給していて、まあ、26年仕切り直しで新たに参戦するってなると単純にメーカーとしては台数が多い方がいいわけ、まあ、そうですね、うん、1チーム2台だけだとやっぱデータ取れないので、うん、アルピーノみたいになっちゃった方が、うん、いいですよね、うん、じゃあついでにもうウィリアムズにも供給しちゃいますかっていうことになっちゃうね。そうすると、うん、全て既存のチームで、はい、じゃあそうしようそれかもうあのマクラーレン、やっぱりマクラーレン何がいいってウィリアムズに比べると圧倒的に設備が整ってるんで、そこはやっぱり大きいですよね、うん、そこもだからそれかもしくはだからアストンマーティンの新しいファクトリーができてからそれ、ま、丸ごと買うっていう、ああそういうことね。アストンさんもちょっと F1 きつくないですかっていう、市販車部門に集中した方がよくないですかアストロールさんって言って、うん、まあそうかなって、じゃあその値段で買ってくれるんだったら宇宙損しないし、じゃあどうぞみたいな、うん、で何だったらその市販車部門にもホンダからエンジン出すしみたいな、提携もできますよって、 NSX のエンジン出してもいいっすよみたいな。ああそうか、アストンさんと組むっていう手もあるのか、うん、あのストロール坊ちゃんというよりはストロールパパがもう F1 いいかなって思ってたら、うん、そこにスポットはまる可能性はありますよね。うーん、まあ、今まで そのジョーダンをベースにしたファクトリーとかだったらちょっと脆弱だけど、はい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 、その新しく作られたでっかいあの設備だったら全然トップ狙えるんじゃないと、それこそもうトップ狙う1年目、うん、2年目はアストンさんがやってくれてるところに上に乗っかるっていう、まあ、確かにあとは進めるだけみたいな。アストンさんはチャンピオンを狙ってるんだもんね、うん、オーナーとしては、うん、そうするとやっぱりワークスが欲しいっていう、うん、やっぱりそのカスタマーだと現所詮どこまで行ってもカスタマーはカスタマーだから、うん、どんなに素晴らしかったとしても、うん、最後の一線は越えられない。そうするとホンダがそこにひょっこりうちおいおいおいとます、うん、っていうのは誰かしらコンタクトを取る可能性はあるし、もうすでに取ってるかも、うん、ダンさんは 元レッドブルですからつながりあるじゃないですか。あ、そういうことね。レッドブルホンダでやろうとしたのはこっちでやっちゃうみたいな。ああそういうことね。俺実はこうやりたかったんだよ、なんかニューウェイさんにキュッキュッキュッって言われてできなかったけど俺こういうのやりたかったんですよホンダさんって言って、あそれいいっすねみたいな、うん、あそうだね。だからホンダとしてはチャンピオンを狙うんだとなおさら供給だけだともう割りが合わなくなっちゃうんだよね、うん、赤字垂れ流しとなっちゃう、ね、だから自分たちがチームとし として、うん、やれば宣伝効果もでかいし、うん、で好成績を収めて分配金もしっかりもらって、うん、でセカンドチームに高くエンジンをカスタマーで買ってもらえると、まあ、より回る、うん、あそういうことか。まあ、あのチームとしてのコストキャップもあるし、うん、PU メーカーとしてのコストキャップもあるから、うん、もう実際あの雑費を除けばもうこれ以上かかりませんよってある程度見えてるわけじゃないですか、うん、で分配金とスポンサーフィーでこれよりも全然ありますってなったらもう赤字になりようがないじゃないですか。あそう、ね、だから損しないのにわざわざやらないっていう理由がなくなりますよね、うん、でしかもマーケティング的に宣伝も今これだけ F1 人気で世界中もしくはアメリカなんて、ね、ホンダの主要マーケットですからそこで大人気の F1 で、うん、ワークスでホンダ F1 チームって出てますってなったら、うん、それでお金的にも損しないんだったらバンバン大じゃないですか。マイナスが全くないですよね。でもホンダさんが買う と要はホンダのさんの役員さんたちも何かしら送り込まれてすん関わっていく、まだ関わらないようにすればいいんじゃないですか。関わらないように、うん、別に関わりたくなければ関わってもいいと思いますけど、うんまあ、そこはあんま関わらない方 方がいい、ね、まあ、そこは持ちは持ち屋なんで持ち屋だから、ね、F1 チームの運営は F1 知ってる人がやるべきだと思いますけどね、うん、だからその F1 から撤退しますって2021年で撤退しますって決めたのは、うん、ホンダの中の技術者をカーボンニュートラル時代に向けた開発に振り分けなきゃいけないからっていう理由だったし、うん、だから F1 再開しますって言ってその技術者を元に戻すことはできないので、はい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 、技術者をそこにあまりこうリソースを使わなくていいという意味では別に F1 チーム買って、うん、ホンダ F1 チームとしてやるの別にこれホンダのリソース何も使わないですからお金しか使わないので技術者は別にカーボンニュートラルやればいいから、はいはい、何もそこは F1 撤退した理由とは相反しないですよ。あそうエンジンの開発だけやれれば問題ないんで、うん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 、だからまあ
株主に向けても別に利益が出るわけだから、うん、あそうかちゃんと絵が描きやすいと、ね、株価も上がるから全然損しませんよね、うん、で、カーボンニュートラルの開発も今まで通りできます、うん、なんか反対する理由ありますっていう話じゃないですか。確かに。だからそういう意味ではワークスチーム、チームとして賛成しないとこれは成り立たない座組なんですよね。そうだね。ちょっと PU マニュファクチャラーとしてってだとちょっと厳しいですよね。ちょっとそれは無理そうだね、うん、ちょっとあのごめんなさいね、あのウィリアムさん。ちょっとエンジンだけがちょっとね、ちょっとウィリアムズホンダでちょっとあの響きもいいかなと思って、うん、ちょっと言っちゃったんです。ちょっと言っちゃったんですけど、まあ、今キャノンさんの名前だけお金出して借りるなんて言っちゃったんですけど、全然空事だった、うん、ちょっと今の聞いちゃったら、うん、ちょっとあの降ります。今ホンダさんあのお金ないわけじゃないんで、全然お金あるんで、うん、使い方がちょっとねってことね、うん、だってグループの年間利益8000億円ですよ。8000億円ですよ。全然何百億使っても全然でしょ、何売って儲けてるんだろうね。どうしてもイメージが軽自動車のイメージしかないから、なんかこう、でも実際にはあの日本の利益よりも、うん、多分海外の利益の方が大きいから、ね、全然そっちで儲けてる、ね、実はトラクターが儲かってるとかあるのかな。あ、バイクもあるのかと。バイクとか、まあ、アメリカの北米の車とかでしょうね。うん、まあ、そこがもっと売れるっていうなれば全然 OK なんじゃないですかね、宣伝販売部的にも。そうだよね、うん、北米の売り上げが上がりますよ、こういう資産出てますよって、ましてアメリカホンダの、ね、バックアップもあれば、うん、全然いけちゃうんじゃないですか。確かに。ホンダ F1 チームとして、ホンダ F1 チームですよね。アストンマーティン買ってホンダ F1 チームとしてなんとマクラーレンさんにもエンジン供給してあげても全然いいし、あ、そういうことね、セミワークスとして、はい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 、あ、でもアロンソがいますよ、よく考えた。